さあ、マストの義務、何々しなければならない。これは禁止の意味、何々してはならないにつながってきます。しないことが義務だというわけですね。そこからしてはならない禁止の意味になるというわけです。You mustn't do that. You'll break the window. それをやっちゃダメだ。窓を割ってしまうよ。おそらく廊下か何かでサッカーをやったりしているわけですね。さあ、ここで注意しなくてはいけないのは、この禁止がですね、非常に強い意味を持っている。Don't 何々。Don't のついた命令文と同じような非常にですね、強く禁止する質感を持っているということです。そしてもう一つ、この mustn't、この発音に注意していただきたいんですね。t を発音しちゃいけませんよ。mustn't。何回か、ご自分で発音して確かめてみてください。